はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。では今回はですね、こちらミキシングクリアを使った、ドロップアート、ラグーンアートをやっていきたいなと思います。で、まあ今までもちろんクリアジェルでも全然できてたんですけれども、クリアジェルにするとちょっとね、まあ、ミキシングクリアに比べてちょっと硬いので、こっちがまあ柔らかすぎるというか、ちょっと硬めなので、こうドットに落としていくと表面がちょっとポコポコしちゃって厚みが出るっていうことがあったんですね。ですがこちらミキシングクリア使っていただくことで、こちらも本当にサラッとしてますので、すぐに表面がセルフレベリングしてボコボコすることなくつるっと仕上げられるっていう、ドロップアートですね。簡単にささっとできちゃいますのでね、こちらミキシングクリアを使ってやっていきたいと思います。はい、ではもうチップこちらですね、もうブルーを塗っております。とりあえず今回コスモブルーを塗りましたが、お好きなブルーで大丈夫です。はい、でですね、こちら今度クリアと、ホワイトですねを混ぜたいと思います。よいしょ。もうね、クリアと白、割合的には本当に白はほんのちょっとでいいです。ほんのちょっとで、なんかこの量に対してこれぐらいなので、もう10対1ぐらいの、ほんと1滴ぐらいでいいですね。白を混ぜます。ですね、こちら、もうこちらブルーを2度塗りして硬化させたチップになりますね。この上にじゃあ今作ったミックスしたホワイトを全体に塗ります。はいですね、今度こちらドット棒を使いまして、まあ、ドット棒も両方ちっちゃいサイズとちょっと大きめサイズがありますので、どちら使っていただいても大丈夫です。でちょっとミキシングクリアをですね、ドットに垂らしていきたいと思います。もうね、このミキシングクリアが本当に柔らかいので、すぐにスーッと広がっていって馴染んでくれますね。こんな感じですね。でこれで硬化させます。はい、こんな感じですね。水面のようなアートが簡単にできちゃいます。もうドットを点点点と置いていくだけでじわーっと広がってくれますので、こういう感じで水面の模様ができます。はい、ぜひミキシングクリア使ってみてください。はい、では次はですね、こちらミキシングクリアを使って、グラデーションをやっていこうかなと思います。ちょっと今回はピュアレッドを使ってます。何色使っていただいてもいいんですけれども、ちょっとまあ赤で分かりやすくちょっと赤を使ってみました。で、まあ混ぜていただいてグラデーションにするんですけれども、まあもちろんクリアジェルでも全然いいんですけれども、これ見てもらったら分かるようにすごい柔らかいんですね。シャパシャパ、はい、水のように柔らかいなので、スッと馴染んでくれるんですね。スッと馴染むっていうのはそのセルフレベリングが早いので、刷毛跡がつきにくいんですね。グラデーションってやっぱりムラになるのが一番ダメと言いますか、
吐き跡がついちゃうとせっかくの綺麗なムラも台無しになって綺麗なグラデーションも台無しになってしまうんですけれども、その吐き跡がやっぱこう柔らかいのですっと馴染んでくれるんですね。なの でこの、今3段階、今3つ、今ミキシングクリア出したんですけれども、ここ濃度の違うものを作っていきます。ここはもう本当にちょっとだけの薄いものから、次ちょっと多めにして中ぐらいで、最後ちょっと濃いめ、濃いめですね。こんな感じで一旦混ぜます。まあ、だからグラデーション得意な方というか慣れてらっしゃる方はもうここまで3つも作らなくていいと思いますし、グラデーションっていろいろやり方があると思うので、まあ、とりあえずちょっと分かりやすく説明するのに今こういう感じでちょっと説明させていただいていますが、まあ、グラデーション多分人それぞれいろいろやりやすいやり方っていうのはあるかとは思いますが、まあ、一つのやり方としてちょっと3段階で濃度の違う、ミキシングクリアで作ったミックスカラーを作っていきます。はい、こんな感じですね。ではこれを塗っていきますね。まず一番薄いのですね、もうこれ多分ほとんど発色はしないんですけれども、一旦そうですね、ちょっと根元近くまで、でも根元にはいかない、一旦こんな感じ、もうほとんど発色してませんけれども、これで一回硬化しますね。はい、では今度中間の色をですね、同じように重ねていきます。ですが先ほど深くはいかず、4分の3ぐらいまでですかね。一応境目をこうちょっとぼかしながら軽いタッチで、だから1回目に塗ったのよりかはずらしながら塗ります。はい。ちょっと発色してきましたね。でこれで、まあ、セルフレベリングすぐしますけれども、ムラがないかちょっと確認してからライトに入れてください。はい。では次、3回目。まあ、作った中で一番濃いの塗っていきますね。まあ、さっき多分、4分の3ぐらいまで塗ったと思うんですけど、またずらして、3分の2ぐらいの位置までカラーをのせて、ずらしてのせます。で境目をちょっとこう軽くぼかしながら、はい、でこれで一回また固めますね。もう一回ぐらい塗っておきますね。あとこれもずらして爪先寄りにぼかしながら、こんな感じですね。で硬化させますね。こんな感じでですね、結構本当にムラになりにくい、なので濃いめの色を使っても、まあ、グラデーションしやすいかなと思います。で一応まあこれでもうあの押し上げしていただいてもいいですし、一応まあちょっとね、何度も塗り重ねてるからもう終わらせたいっていうところもあるんですが、最後ですね、この一番薄いやつですね、一番最初に塗ったやつを全体に塗っていただくと、
より馴染むかなと思いますので、これも別に厚みを出すわけではないので、全体的に塗っていただいたら、まあ、表面のなんだろうな凹凸感がもしあるならそこら辺も滑らかになりますし、もしまあ若干ムラがあるようであればそれも馴染みます。大きなムラはちょっとね隠せないので、そこはちょっとムラにならないように最初に塗っていただかないといけないですけれども、まあなんとなくのもしちょっとムラがあるようなところがあれば、まあこういうのを全体塗っていただいたら最後ちょっと馴染むかなと、綺麗になるかなという感じですね。はい、こんな感じでグラデーションですね。はい、最後硬化させます。はい、こちらもコーティングし終わりました。トップコーティングした後ですね、こんな感じでグラデーションが、まあ慣れてらっしゃる方、もうグラデーションが綺麗にできる方にとってはもうちょっと手数が多いので、工程が多いので逆にやりにくいかもしれませんが、グラデーション慣れてらっしゃらない方ですねの方に、一応お伝えさせていただいたグラデーションのやり方になります。まあね、濃度の違うカラージェル、ミキシングカラージェルを作っていただいて重ねていくという感じですね。はい、こんな感じでグラデーションは終わります。ありがとうございます。はい、ではですね、今度最後ちょっとミキシングクリアを使った、実用的な使い方ですかね、アートではないちょっと使い方をちょっとおすすめさせていただきたいと思います。ではですね、カラージェルの中にはですね、濃いカラーっていうのはまああると思うんです、まあ、こういう赤だったりとか黒とかもう真っ青とか濃いカラー、濃いカラーっていうのは結構ブラシに残りやすいと言いますか、そうですね、顔料がつきやすい、残りやすいと思うんですね。で、まあ、こういう赤とかも使った後濃い色っていうのはやっぱりこう結構何回拭いてもちょっと色が出てきたりすると思うんですね。で、こういう濃いカラーは、まあ、もちろん別に濃いカラーだけではないんですけれども、普通にカラージェル使った後どうしても筆って使っていくとちょっと色が混ざってしまうことっていうたまにあると思うんですけれども、まあ市販のもの、ブラシクリーナーとかっていうのも売ってると思うんですけれども、まあ、どうしてもブラシクリーナーの液体使ってしまうとちょっと筆がパサついてしまうっていうことがまああったりすると思うんですが、こちら私がおすすめしたいのはこのミキシングクリアで筆を洗うということなんですけれども、こちらも本当にお水っていうか水のようにシャパシャパ柔らかいんですね。もう本当にジェルっぽくないんですね。で、今まで、まあ、私自身はクリアジェルとかで今までこのミキシングがない時はちょっと洗ったりしてたんですけども、やっぱりちょっと硬いというか重いのでなかなか綺麗に洗い切れていない、結局洗い切れていないということがあったんですけど、このミキシングクリアはですね本当に柔らかいので、こういうふうにシャパシャパ洗える。で、見てもらうと分かりますけど、こうさっき拭いたのにまた赤が出てきますよね。で、まあ、キュッと拭いていただいて、まあ、何度かねちょっともうこれが色が出てこなくなるまで、もしくはこの色が薄くなるまでこうミキシングクリアでちょっとこう洗ってあげる。だから毛と毛の間、中にまでやっぱりカラージェル顔料というのは入り込んでしまって、なかなかやっぱそこまで中まで入り込んでしまったものが取りきれない。で、そういう時に今まではブラシクリーナー液体をつけて、まあ中の方まで洗ってたっていう感じなんですけれども、で、まあクリアジェルだったらちょっと硬くて中までジェルが入りきらなくて結局はそんなに綺麗に洗えなかったんですけど、こちらミキシングクリアは本当に柔らかいのでこうシャパシャパ洗えるっていう感じですね。はい、なのでこれジェルで洗ってますので、このまま普通にまた筆先はまとめていただいて、このまま保管していただければと思います。はい、なので、こちらブラシクリーナーとしてもブラシを洗うのようにしてもとてもいいジェルになってます。はい、ありがとうございました。